徳川親木、世良田親木は南北朝時代から室町時代初期に活躍した武将。新田氏の文家の徳川氏の一族。新田義宗あるいは世良田正義の諸子とされ、兄弟に、宗近、正近、子に、徳川う親。鎌倉久保の足利光兼に、上野国新伝軍徳川里の領地を与えられた。天野玄造、波合期によると、元中2年。 首都区2年12月昨日に、陰両親王が、三河国を目指すために、信濃国並合村で、足利将軍家方の一式氏と細川氏の軍勢と、戦って、父の正義及び叔父の義明をはじめ、羽川景康、熊谷直近と共に戦死したと述べている。後年、世良田清康とその孫の徳川家康は、源氏の系譜につなげるべく親木の子孫と自称した。 鎌倉久保の足利三つかねに、上野国新伝軍徳川里の領地を与えられた。天野玄造、浪合駅によると、元中2年、首都得2年12月昨日に、陰良親王が、三河国を目指すために、品野国浪合村で、足利将軍家方の一式氏と細川氏の軍勢と、戦って、父の正義及び叔父の義明をはじめ、羽川景康。 熊谷直近と共に戦死したと述べている。後年、徳川家康は、本来現氏ではなり得ない官職、三河守を得るため朝廷へ願い出て、藤原氏の養子となり三河守へ除任される。これらの一連の養子縁組が、明治以降家康が、新田子孫系譜を自称している、という口実につながっていく。徳川氏は、親木の子孫で後に、 浄土宗の僧侶となり松平氏を名乗ることになるので、ある。ありがとうございます。